バレル重賞でも有名なマーメイドステークス、全馬ゲートイン完了です。飛び出しました。各馬きれいに揃ったスタートを見せました。まずは正面スタンド前の先行争いです。さあこの先行争いがどうなるか。ヒズル城が内で押しているが、シャーレイポピー、さらにはハギノメーテル、外から今村聖奈上がってきました。タガノフィナーレ美人、内ではシャーレイポピー、ヒズル城、ハギノメーテル、まだ3頭が争っています。シャーレイポピーが行くのか、ヒズル城も行きたいところ。ハギノメーテル3頭が並んで、タガノフィナーレ美人、中段からシンシアウィッシュ、そしてビッグリボンストーリア、人気2頭は中段少し後ろ、最後方からホーエミーズです。少し縦長になりながら各馬向こう上面に入っていきました。先手を取ったのはシャーレイポピーと藤岡康太、首差のリード。ヒズル城ぴったりと馬体を合わせて2番手、その外からハギノメーテル、まだ3頭が争っています。その後ろは5馬身切れました。オレンジの帽子が美人、内から6番タガノフィナーレ、それからシンシアウィッシュがいて、サンカルパ、この辺り中段グループ、再び3馬身差がついて、連覇を狙うウィンマイティは中段後ろ、内から人気のビッグリボンとストーリア上がっていきました。前半の戦は57秒3、やはり速いペースで流れています。人気どころは中段後ろで並んでいる、後方からホーエミーズ、そしてランスオブアース。ウィンマイティは後方2番手、少し控えました。最後方からゴールドエクリプスで各馬3、4コーナー中間点に向かっていくところ、やはり予想通り少し速いペースで流れている。ヒズル城が先頭に立ちました。シャーレイポピーは早くもムチが入っている。ハギノメーテル外目3番手、美人が上がっていった。そして人気どころビッグリボン、少し手が動き出しました。ストーリア、そしてピンクの帽子のサンカルパ、一番外からゴールドエクリプスまくっていく。ちょっとストーリア下がったか。ウィンマイティ緑の帽子、足毛の馬体、連覇を狙って直線コースに向いてくる。先頭は美人、美人が先頭、真ん中からビッグリボン、さらにはウィンマイティ来た、ウィンマイティ来た、ゴールドエクリプス、真ん中ストーリア、それからランスオブアース、ウィンマイティビッグリボン、ウィンマイティビッグリボン、外からはゴールドエクリプス、うち粘っているのがホーエミーズ、しかしビッグリボン連覇はなるか。ウィンマイティしかしさせない、ビッグリボンだ、ビッグリボンが押し切った。奇跡の妹ビッグリボン、嬉しい初タイトルなりました。両決買い替え、陣営の思いがここで実を結びました。ビッグリボン